ワッサム駅は、北海道上川郡ワッサム町朝,朝北町にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W38。電報略号はワサ。事務官コードは121810。ワッサム町の代表駅で、特急、宗谷、サロ別など全列車が停車する。1977年のワッサム駅と、周囲約500メートル範囲。 上が、名寄方面。中央の湖泉橋で結ばれた国鉄型廃線の、千鳥式ホーム2面3線と外に、複数の副本線、駅舎横の旭川側に、貨物積み下ろし場と引き込み線、その他旭川側の左右に、多数の留置用引っ込み線がある。駅裏は、細長いストックヤード。ホームの湖泉橋の旭川側に、東口への連絡橋が見える。かつては、 乱流駅と同様に、塩刈峠越えの補給用機関車が配備され、駅裏の名寄川に待機船と転車台を持っていた。周囲の草木で白い、微滅な円形状に見えるのが転車台跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アイヌ語で、お表に出の木の傍らを意味する、バッサムに由来する。二面三線の島式。 相対式の複合ホームを持つ地上駅。国鉄規格の木造駅舎は解体され、改築後の駅舎は西側一箇所にある。なお、駅舎内には当駅と宗谷本線に関係する歴史が記載された年表、小写真などが展示されている。無人駅。自動券売機なし。ホーム間の移動は古戦橋を使う。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 かつては、塩刈峠を越える際に、当駅が機関車待機の拠点となっていた。駅前にはタクシー会社の営業所や食堂が立ち並んでおり、拠点であったことの名残がある。前日した通り、かつては当駅が機関車待機の拠点となっていたため、当駅で駅弁の立ち売り販売が実施されていたが、1995年に無人化されて以降は実施されていない。ありがとうございます。